tips, there's a point where it breaks, there's a point where it bends, and a point we just can't take anymore. There's a line that we'll cross and there's no return. There's a time and a place, no bridges left to burn.一体どういうこと？普通の女の子と違って私は作られました。実はオーラを生み出せる世界初のシンセティックパーソンなんです。人間じゃない。うん、人間だよ。ヌルヌルした内臓じゃなくてナットやボルトでできてるからって私と違うわけないじゃん。それはルビーさん、あまりにすんなり受け入れてくれるんですね。あなたはさっきのバトルマシンとは違う。心があるじゃん。魂も感じるよ。ルビーさん、ルビーさんって最高のお友達さんです。おお、トミーって繊細だからパパがつい過保護になっちゃうのもわかるよ。あ、パパはとっても優しいです。私を作ってくれました。ルビーさんも仲良くなれると思います。うわぁ、パパが一人で作ったの？ええ、大体はアイアンウッドさんも手伝ってくれました。将軍が？待って、だから兵士が追いかけてきたの？私を守りたいんです。でもペニーは自分で守れるじゃん。まだ未熟だと思っているのでしょう。いつか私は世界を救う使命を担う。でも今はまだ勉強中です。それでバイタルフェスティバルに参加しました。世界をこの目で見たいし、トーナメントで実力を試したいんです。ペニー、それどういうこと？世界は何から救うの？今は平和だよ。アイアンウッドさんの意見は違うようですよ。こっちで調べろ。隠れてください。ちょ、ペニー、ね、何すんの？あいつらと行くことないよ。私助けるから。心配ありません。あの人たちはいい人。あなたを巻き込みたくないんです。一つ約束してください。私の秘密は誰にも言わないって。お願い。約束する。聞いたぞ。あら、ごきげんよう兵士さんたち。なんで逃げたんです？もう一人はどこに？え、もう一人？私はずっと一人でした。あんな風に目立ってはいけません。大丈夫ですか？ちょっと引っかいただけ。ペニー、お父様が心配なさいますよ。さあ帰りましょう。了解です。行くよ、友達がいる。あ、そう。で、ここってどこかな？ねえ。おい、ドア閉めろ！あの女だ！お前ら何やってんだ？あの女だ！やめろ！やめろ！ただいま。今すぐ友達の定義を述べよ。やめろ、撃つな。お前ら撃つなよ。ブロンディ、来たのか？どうして？まだごちそうになってないし。うわぁ、ワイルドすぎじゃね？よ。どう
いし。間違いない。マジで？わかった、信じるから。新入りは右側を行け。信念持って行動してんのにどうして正体を隠すんだ？マスクは象徴なの。人間がファウナスを怪物扱いしたから望み通り怪物になった。グリムのマスク、なんかグロいよな。これ考えたやつもね。ほんと明るい話しかしないな。よく来てくれた。それでは今宵初めて集会に参加した諸君、我々にとって誰より特別な仲間を紹介しよう。いいかよく聞け。この方は我々にとって長年にわたる悲願を叶える鍵となる。ありがとう、ありがとう。拍手喝采に感謝する。どうして人間なんかがいるの？よく聞いてくれた。人間として素直に認める。人間は最低最悪だ。この通りな。気持ちはわかる。お前ら人間を牢屋にぶち込みたいんだろう。もっと言えば殺したい。ただで結局何が言いたいんだ？ここにいる全員にとって共通の敵とは何か。それは支配層だ。陰謀を画策し薄汚れて腐りきった人間の統治者だ。政府、軍隊、学校ですらも支配層がお前らを虐げてる。ああいうドブネズミは駆除すべきだ。ラッキーなことにこの俺は駆除のエキスパートだ。ネズミ系の奴らには悪いがな。うわ、メガサイズだな。どうやってあんなもの。こいつの噂を聞いた奴もいるだろう。アトラスの最新型ロボットだ。世界の怖いものから守ってくれるそうだ。俺んとこのボスに感謝だな。売り出される前にかっさらうことができた。何体かな。さて、南東部における新規作戦のため仲間の多くが移動した。町に残りたい奴らがいるならそれでも構わない。だが信念に従って行動すると決めたらこの武器庫で活動するがいい。よし、質問はあるか。もう行かない。よし、新人は全員前へ進み出るように。うわ、何も知らねえ。知らないわけないじゃん。あいつとはずっと話してないんだな。あんたが初めてうちの店に来た夜から姿も見てない。仕事料は前払い、うちの奴らを貸して、あとはそれっきり戻った奴はいない。奴らはどこ行った？だってそんなこと知るわけねえだろ。誰も戻ってねえんだ。こいつ誰だ？ガムシオッケー。それより私の質問に答えて。知ってることは全部答えた。道中一個は俺の手下の働きに不満だったんだろう。あいつらを見てりゃまあ無理もねえ。行こう、ネプチューン。欲しい情報はあった？まあ一応ゲットした。あとは他のメンバーが頑張るよ。で、どうする？今考えてる。うわ、目があった。暗いなら見えないはず。あいつらを逃がすな！ね、まだ！捕まえろ！このままでいいのか？なんていう
って操縦してるみたいな。今どこにいんの？早く！あれタンたちだよな。だね、追っかけよう。用心棒？ええ、あの子のせいで作戦が粉々ですわ。無理、全然無理。ちょ、笑いましたわよね。シャレは時と場所を選ぼう。今は違いまして？てか全然笑えなかった。
頑張って考えたんですのよ。ねえ、サンとネプチューンは？みんな平気だよな。多分な。